いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はバックスイングの高さのお話をしたいと思います。バックスイングを、高さ、上げるときに、ボールを重みを手のひらで感じてそのままストンとプッシュアウェイしてあげます。で、そのプッシュアウェイしてあげてからバックスイングなんですけども、上がるところまで上げてください。これが無理に10センチとか上げようとすると、体とボールが離れてしまってバランスを崩しての投球に、なってしまいますので、バックスイングは必ず上がるところまでしてください。で、バックスイングを大きくしようとして、前傾になりやすい人とか、脇が開いてしまう人とかもいるんですけども、前傾も、しすぎるのもあまりよくありません。脇も開きすぎるのもあまりよくありませんので、脇も、腰ぐらいまで開く感じで、投球するようにしてください。で、前傾になりやすい人も高さとかもどの高さがいいっていう正解はないんですけども、あんまり前傾になりすぎずに、自分の合った高さで、バックスイングを行うようにしてください。バックスイングを上げるときに2つ目のポイントなんですけども、プッシュアウェイをそのままストンと下に、真下に下ろすようなイメージで、手のひらにボールを乗せたい、手のひらでボールを感じてそのままストンと落として、こうボールが後ろに来るように、手の後ろでボールを持つように、こんな感じですね、こんな感じになるようにしてください。で、この時に手首をこう返したり、こう反れたり、手首がこう返ったりしないようにして持ってください。で、そうすることでスムーズなスイングというものができてきます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の投稿をお楽しみにください。